りょうさん、ちゃんとした人だったんだ。そろそろ出よう。りょうさん、お会計。ごめん、今お金ないからおごって。でも、りょうさんがここに誘ったんじゃ。最近草しか食べてなくて限界で。まだ野草生活を。それにこの店オープンしたばっかりだし、どうしても食べたくて。お願い、おごって。宣言撤回。